サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。普通の、ラグジュアリーブランドとかじゃなくて、普通のビジネスの、考え方ですね。はい、差別化する。まあ、言ったら、他のところがやってないことをすることによって、ビジネスをしているという事例ですね。はい。これ、もう皆さん知ってるライズアップありますよね。ライズアップって、パーソナルトレーニングをして、絶対痩せるとかね、そうやってる。そこが、まあ、高級だけども、パーソナルトレーナーが対応してるというのがライズアップですね。そこのライズアップの会社が、チョコザップっていうのをやりましたよね。チョコザップっていうのは、1年間で1000店舗。もう出して、すごい伸びてるブランドなんですけれども、チョコザップっていうのを出しました。これは、無人の経営です。で、シャワールームなしです。で、でも安いんですね、3000円。で、着替える必要がなくて、その服のままで、運動ができると。で、女性比率がアップして入りやすくなってますよ、という。だから、例えば、ジムに行ってね、筋肉質の男性がガーってやってたら入りにくいじゃないですか。でも、なんか普通の格好しやすい、軽くやってたら、女性の方でもね、運動しやすいと思うからね。まあ、そういうのがあります、と。はい。で、これなんですけどね、同じブランドが、同じ会社が、プライスの違うものを出すっていうのはすごい難しいんですよ。だから、ここではライズアップってすごい高級なんですけども、ここ安いでしょ。これすごい本当は、こういうイノベーションのジレンマって言って、本当はすごいやりにくい。お客さんが、違うから。イメージも違うから。でね、なぜチョコザップが、をヒットしたか、安くていいのかというこれの話は、吉田さんなんでやもん。営業利益の視点から言うと、なぜ安くできると思う？無人やからね。無人やから。そう。それと、あと、アクさんは。いける？読むかな？坂本さんはどう？無人にやっていうことと、家賃関係ある。というのは家賃が固定されてるんですね、家賃って。で、無人屋っていうことで、人がいくら来ても家賃も人件費も上がらないんです。わかります？ということは、たくさん入れた方がいいじゃないですか。家賃費率下がるんです。だから安くできるんです。わかる？普通のお店やったら販売雑誌をたくさんせなあかんとか、仕入れをたくさんせなあかんとか、すごいこう、何言うんですか、安くすることによって、すごい経費が高くなったり、労働時間が長くなったり、すごい負荷がかかるような商売っていうのは、あまり、安くするっていうことに対しては、すごい経費がかかるんです。でも、チョコザップっていうのは、なぜ安いかって言ったら、安くしたらいいのかって言ったら、ここは高くして行ってますと。で、こっちは安いんです。だけども、無人でやってて、狭いスペースでやってて、家賃も低めのところで、家賃がもともと狭いスペースだから、小さい、安いじゃないですか。狭いスペースやったらね。そこにたくさん入れるわけやから。そしたら、営業利益率っていうのは高く、営業利益っていうのは高く取りやすいんですね。ということで、安くできるという話ですね。はい。で、はい。ですから、ここのところっていうのはすごいこう、いろんなアイデアを詰め込まないといけないんで、で、安くしても、安くしただけだったらお客さん来ないので、どういうふうなことをするのかということで、チョコザップの新戦略だったら、もう皆さんご存知、もうね、これ去年とか一昨年とかやったら目新しいなと思うけど、もうたくさんなってきたからもうほとんどの方知ってると思うんですけど、まあ
まあ、ジム行くって言ったらもう特別な時や今日はジム行かなあかんとかいうあれだけども毎日もう身近に行けるっていうことがいいやろうなというコンセプトですね。それで隙間時間にあの行こうっていう感じですね。だからもうそのままの格好でも行けるし手軽に行けるっていうそういう感じです。だからこんなサービスもありますよね。これはもうジムで歯を白くするとかね、それとかホワイトニングするねとか、あとディスクバイク、これディスクバイクってこれでもあのなんかしながらパソコンで仕事の残りしようかみたいな、こんなんもできるんですよ。それとかあとネイルサービスとかネイルアートとかこんなんもあるんですよ。今やもうあれですよ、コインランドリーまであるから、だからもう何でもありですよ。もうコンビニみたいにしようと思ってるんですよ、あのチョコザップは。だからもうあのジムとかいう概念じゃなくてもうコンビニと同じような感じにしてしまうぐらいのつもりでオープンしてますよね。マッサージもあるんですよ。なんでジム行ってマッサージあるのそれジムまだ違うやんかみたいな話で、でもマッサージ機あるんです。うん、マッサージしたかったら毎月何千円か2、3千円か払ってたらマッサージでも行けるみたいな。で、購買客数をアップさせるっていう戦略ですよね。で、トレーニングの初心者の獲得、若い女性のね。で、売上アップのアクションをしているという。はい。ですので、まあ、新しいマーケットのお客さんを開拓してるんですね。便利を提供することによってね。だからそれがもう差別化ですよ。他もなかったから。そういう事務って全然なかったから、それを当てていったわけですね。だから、お客の増加をしても経費が増加しませんっていうのがポイント。これができるのは安くできるのは経費が増加しないから、うん、でそれと狭いスペースで家賃もできるだけ小さいから、だからできる。だから他のとこやったらあのまたあの違うよね、できるかできないかね。で次このその話がちょっと差別化、あのだからあの他の会社ではできないことをやったっていう話ですね。だから、ビジネス自体が成立するっていう話。今回はこれでおしまいです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。次回の授業でお会いできることを楽しみにしています。